今日も平和だね。そうだね。レナ、明日から学校行くわよ、勇気も。ええ。レイム、どういうこと？だってあなたたち、勉強、したことないでしょ？まあ、確かに。僕は、記憶失ってるからしたことあるか、どうかわからないな。まあ、いずれにせよ、明日から学校行くことには変わらないから。というか、学校行くってことは制服とかあるの？ああ、あるわよ。せっかくだし着てみる？着たい。僕もあるなら着てみたいかな。わかったわ。持ってくるから着てみなさい。着たよ。僕も。お、見せてちょうだい。うん。どうかな？二人とも似合ってるわよ。そうかな？なんか恥ずかしい。さて、じゃあ着替えてきなさい。私はご飯作ってくるわ。うん。はあ、明日から学校、緊張するなあ。でも、早く寝ないと。おやすみ。明日から学校、頑張るぞ。でもまずは寝ないとね。おやすみ。あれ？寝れないぞ。目パッチリなんだけど、全然寝れない。誰か、助けて。あら、ゆうき、おはよう。あ、おはようございます。レナは？まだ寝てるんじゃないかな？そう。とりあえず、ご飯作るわね。僕も手伝うよ。ふっ、助かるわ。うん、おはよう。レナ、遅刻するわよ。え？ゆうきくんは？15分前に出たわよ。そんな。早く準備しなさい。わかったよ。じゃあ行ってくるね。ちょっと、ご飯は？いいよ、早く行かなきゃ。ちょっと、行ってきます。はぁ、途中で倒れても知らないわよ。